日本でも確認されている新型コロナウイルスの変異種70%感染力が強いと言われていますがその感染力のシミュレーションというものがございますこちらグラフご覧いただきましょうこちらは東京大学大学院の伊野雄一教授によるシミュレーションです生物科学がご専門でいらっしゃいますさあグラフはここから始まりますまず従来型のコロナウイルス300人が感染していて変異種に100人が感染しているというところからスタートします 1か月、2か月と時間を追っていきますとまず4か月後にはおよそ3000人になると400人が3000人に増えるというシミュレーションが成り立つそうですさらにもうグラフには出てますけれども7か月後には2万人を超えるとポイントはこの赤い部分変異種が増えている部分が大きいということになりますもともと300人しかいなかった従来型の新型コロナウイルスは7か月たっても850人 いかに変異種が拡大爆発的な増加に貢献してしまっているかがわかります。さあこのシミュレーションには対策編もあります抑えるという行動を取った場合一体どうなるのかまずは左側ですこちらは何かと言いますと人との接触を50%減らすというものを1ヶ月間続けた場合ですこのグラフから読み取れるのはこの薄い黄色いところ。 1>, 1ヶ月間やっている間はもう全然増えません変異種も従来型もところがやめたらさっきと同じようなカーブを描いて増えていく 50%1 ヶ月ではあまり意味がないというシミュレーションになりますでは、もうちょっときつくしてみましょうか人との接触を80%減らしてそれを4ヶ月続けるとグラフはこうなります。 縦軸をさっきとは数字ちょっと違って分かりやすいように大きく取ってますのでさっきはもう1万とか5000とかレベルでこっちはもう数百単位ですちょっとメモリ違いますただ、ここで読み取っていただきたいのはこのブルーは従来型ですから80%減4ヶ月間やるともうぐっと減るとそして、ポイントはこの4ヶ月やったあとも,もうほとんど増えてこないということです。でですのできつめに長いい期間やるととうことが の先生によれば大事だということが言えるわけでですすはいこちらですね確実な行動制限を長期間行うことが重要ですよと先生もおっしゃいます。さあこれを感染症学の専門家番組でもおなじみ日本医科大学北村義弘教授によりますとどう見ているかということでご紹介しますと従来のウイルスに対してほどほどな対策で抑え込むことができても このの変異種の対策にはなりませんと、うん、続けて北村さんはやるなら2密さえ避けるくらいの徹底した対策が必要ですと要は3密3つの条件が揃っていないようなところでも気をつけるくらいしないと感染力が強いと言われる変異種には対応しきれませんよと、えー、こういうことをおっしゃいます。さてシシミュレーションをを抑えたところで、えー、コロナ患者を対象に今度は 法整備の話ですけれども罰則を設けようというこここういういいい動ききも出てきていますすここからはは林さんです、はい、今、政府などが検討しているのが、はい、感染症法の改正なんです、まあ、そもそも感染症法とは何かというところから押さえていきたいんですけれども感染症の発生を予防したりまん延の防止をすることで公衆衛生の向上と増進を図るための法律です。 そしててこちららには罰則が設けられているんですね主な例として生命に重大な影響を与える病原体を発散させ危険を生じさせたもの健康状態の報告の求めに対し報告をせずまたは虚偽の報告をしたものに対しては懲役や罰金を科すことができるんですただ、現状はというとこの新型コロナウイルスの患者についてはこちらですね。 入院を勧告したり外出自粛などを要請はできるんですが従わなかった場合の罰則というのはないんですですので宿泊療養や自宅療養に強制力を持たせるためにも政府などは感染症法を改正しコロナ患者にも罰則を科すことを検討しているというわけなんですね。そそして、そんな中で、でのの政府と自民党の会議では、 ここんなことが話しし合われました。入院の勧告に従わなかった場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金また、調査に応じない場合には50万円以下の罰金これを1つの例として検討することなどが政府から示されました。 今のは感染症法のお話、そしてえ、この来週からの通常国会で審議入りされるとみられる特措法改正案え、これに関しても同じように罰則を入れるかどうかということが取り沙汰されています。さあ、渡辺さんまあ、抑えたい。感染拡大ですけれども、うん、それにこういう罰則がまあ。 そぐのかそぐわないのか感染症法の、まあ、改正、罰則に関して言えばですねこのやっぱりどこまで網をかけるかどれくらい強い罰則にするのかということはですね大変これ難しい議論だと思うんですね。うん、というのは 患者の生活もある人権の配慮もあるこういったことからこの議論というのは非常に難しいと思うで感染症にはですね、はいえー、例えばエボラ出血熱のようにですね致死率が非常に高い一類に分類されるものから、はいえー 新型あのではなく季節性インフルのようにです、ね、これはワクチンもあって、えー、治ることが分かっているこの5類に相当するまで,です、ね、非常に幅広いわけです、うんはい、ですから、この新型コロナ感染症というものを感染症の中のどこに位置づけるのかこのコロナウイルスの怖さコロナウイルスの,その強さというものをどう受け止めるかということによってこの議論というのは変わってくると思うんですね。結論は、うん であのー、やっぱりその分かってきたこともあるしウイルスに関してさっきあったようにその変異種、これに関してはまだ未知数の部分もある。 だからこれはどういうウイルスなのかというのはまだわからないことがあるだけれども、現実的には感染者は増えている亡くなる方も増えている抑え込まなければいけないという現実もあるこういった要素をどう組み合わせることによってこの罰則を決めていくかこれ非常に議論は難しいいと思います、はい、しっかりした審議をぜひお願いしたいところです。読み解くでした